チラシと輪ゴムで作る弓矢です。用意するものはチラシ、輪ゴム、セロテープです。チラシを端からくるくると細く巻いていきます。できるだけきつく巻いて、硬い棒状にしていきましょう。最後のところはセロテープを使って留めます。端の柔らかい部分を折り返して輪ゴムを挟んでセロテープで留めます。輪ゴムを引っ張って反対側も同じように輪ゴムを挟み込むようにして引っ張って引っ掛けて折り返して輪ゴムで留めます。これで弓の部分の出来上がりです。次に矢を作ります。同じようにチラシを丸めますが、今度は片方の端を細く、反対側を太く巻いていきます。最後は同じようにセロテープで留めます。太い方を少し折り曲げてセロテープで留めます。そうしたら次はハサミなど硬いもので、端のところを少しゴマせます。ここに輪ゴムを引っ掛けて手を離すと飛んでいきます。的に向かって引っ張って的当てをしましょう。人に向けないように気をつけてください。